皆さんこんにちは。今日は平成27年度第1回首都圏一貫模試の解説をしていきたいと思います。受験してきた首都圏一貫模試の問題があると思うので、それを手元に置いて解説を見てください。では早速適正検査2の解説をしていきたいと思います。では大問1に入っていきたいと思います。大問1はね、世界遺産についての問題ですね。上に会話文があって、で資料として世界遺産の分布、日本国内の世界遺産の分布を示した地図が書かれています。でちょっと確認していきましょうかね。近年日本の世界遺産の数が増えているけれども、2015年6月にも登録の可能性があるって聞いたね。明治日本の産業革命遺産、九州山口と関連地域のことだよね。これはどういうことなのかしら、まあいろいろ書いてあります。でこれが現在申請中の明治日本の産業革命遺産、九州山口と関連地域と登録済みの日本の世界遺産を地図上に表したものよ。つまり今回検討されている明治日本の産業革命遺産、九州山口と関連地域と今までの登録された世界遺産の分布が下の日本地図に書かれていますよね。確認してみてください。でこれをもとにちょっと問題を考えていきましょう。地図を見ると、今までの日本の世界遺産と今回検討されている世界遺産とでは大きく違いがありますよ。今までの日本の世界遺産と比べて ① という点で大きく異なっているね。そうね、地図上で見てみると一目瞭然だね。また今までの世界遺産の一覧を見てみると、一つだけ辛いイメージがあり悲しい過去を連想させるものというものがあるね。原爆ドームのことかな。これは ② といった理由から選ばれたんだよ。なるほど、日本に世界遺産が増えていくことはいろんな影響があるね。③のような影響があるね。そうか、良い点だけではなくて問題点もあるんだよね。世界遺産に登録されるというのは必ずしも良い点ばかりではなくて、良い点悪い点両方あるんだね。そんなことはね、書かれています。はい、問題1ですね。問題1は明治日本の産業革命遺産と今までの日本の世界遺産との違いが何でしょうかということですが、これはね、会話文をヒントにしてください。① という点で大きく異なっているね。そうねとお母さんが受けて、地図上で見てみると一目瞭然でねというこあるから、地図上で見てみると一目瞭然なヒントがある。で今回の世界遺産と他のところを比較してみると、他のところがね、黒い丸点で表されているのに対して、今回の明治日本の産業革命遺産は地図上グレーで示される8件ということで、点ではなくてある程度の面で表されているわけだよね。で他は点で表されている、つまり一箇所なわけですよ。しかし今回の世界遺産は一箇所ではなくて広範囲に分布している、一箇所ではなく広範囲に分布している、このようなことを書けばよろしいんじゃないでしょうか。問題2、日本の世界遺産の中には広島の原爆ドームなんかもあって、この原爆ドームというのは辛いイメージがあり悲しい過去を連想させるものとして原爆ドームが世界遺産に登録されている。そしてそれはなぜでしょう、どういった理由から選ばれたんでしょう、このようなのがね、問題2ですけれども、これね、会話文をもとに、また下に書いてある世界遺産とはどういうものか米印で書いてありますね。この説明なんかをヒントに考えていきましょう。じゃあちょっとね、最後の世界遺産の説明のところを読みますよ。世界遺産とはユネスコ、国際連合教育科学文化機関ユネスコが認定する自然や人類が生み出した未来に引き継ぐべき普遍的価値があるもののことを世界遺産というんですね。
まあ、要は人類にとって大切なものというのは世界遺産なわけで、必ずしも美しいものとかばかりではないと、でこれは広島の原爆ドーム、これはいわゆる負の世界遺産と言われるもので、何か悲惨なこと、悲惨な人類の出来事を後世が忘れないように残しておく記念碑的なものとして世界遺産登録することで、それがなくならないようにしてるんですね。例えば、まあ、ユダヤの人たちなんかはね、あの虐殺されたアウシュビッツ収容所とか、あと核実験が行われたビキニ環礁とか、まあ、そんなような感じで広島の原爆ドームも、これだったら、まあ、これはね知識ですけど、まあ、当然知ってますよね。広島というのは原爆が落とされたところですよね。でこれは核兵器の悲惨さというものを後世に伝える象徴的な建造物だから、そうですね、まあこのまあなんか悲しいことを後世に伝える、こんなことはね書けているかなというところね、チェックしてください。よろしいでしょうか。はい、じゃあ問題3いきますね。3には世界遺産登録で良い点と悪い点があるというんだけど、それを説明してくださいという問題ですね。でこれはね、日頃からこういったニュースとか新聞とかに関心を持って見ていれば、まあ、聞いたことがあることかと思います。例えばそうですね、まあ、良い点としては観光客が増えると。で観光客が増えるというのは必ずしも良いことばっかりじゃないよ。環境観光客が増えることで、まあ、観光収入が増える。例えばお土産物屋さんがね潤ったり、ホテルとかがねお客さん来るようになったりとか、っていうのがある一方で、まあ、さっきね観光客が増えることは良い点ばかりではないと言ったけど、観光客が増えることで一方交通渋滞なんかも起こるかもね。それで近隣の人なんかは、もともと住んでる人たちはなんか最近観光客が増えて道路渋滞が起こってね、近くに買い物とか行きにくくなったなとかね、まあそういった不満もあるかもしれないですよね。まあそれでまあうるさくなった、排気ガスがひどくなった、そんなことも起こるかもしれない。まあいろいろ書けるでしょう。まあ日頃からねニュースに関心を持って子ども新聞なんか読んでみたりして、こういったことを日々意識していってください。よろしいでしょうか。